なんとアマゾンから届きまして、生誕祭申し込みます、ありがとう。生誕祭申し込みは8日からスタートします、あのファンクラブ選考で、はい。というわけで私の家にアマゾンからなんと届き物がございます。ただね、まあ私まあ大体これだろうなってもちろん分かってるわけですよ。ただ分かってるんだけど、万が一違かったらごめん万が一違うものが届いたらすみませんただちょっと大きさ的にね、私よくそのアマゾン使うので、大きさ的に、あとなんかもう重さ的にねあれだなっていうのはあるんですけど、万が一違うのでしたらちょっとこのショールームは詐欺詐欺ショ、タイトル詐欺ショールームです。本当すいません、本当に見てないので。だから本当私がツイッターでちょっと匂わせてしまったんだけど、もしね違うのが届いちゃってたらすいません、お父さんのなんか経済学とかかもしれないしちょっとすいません、本当に違かったらごめんなさい。開けます。さあ開けちゃうよ。こうやってるとあれだね、私がテレビ見てるのバレるね私が今バレーボール見てるのバレるすごい、私今バレーボールを見てます、バレーボール見ながら配信してます。私が何のテレビを見てるかバレバレなみはちゃんの顔越しにバレーボールが、いやー嬉しい。え、なんかさ、ふわあれだ、いいですね、あの西村七菜子ショールームじゃなくて西村七菜子写真集って、あの本当人の肩を壊すぐらい、人のリュックを壊すぐらいな重いんですよ。すごくあの持ちやすい、ちょうどいい重さ、多分これが本来の正しい重さなんですこれが正しいです、本当に。私の写真集ちょっとあの人の肩壊し写真集だったから、これが正解ですよ、これが本物。じゃあ開けちゃうよ、ビニールがあるから包まれてるから。みはちゃんの写真集ちょうどいい重さ、正解、大正解の重さです。私の写真集はもう肩壊しだったんでリュック壊し、いやなんか興奮しすぎてニキビできた今興奮しすぎて今ニキビできたから消そう。あ、これバレーボールじゃないの、バスケなの、バレーボールかと思った。 OK、 え、バレー、あ、これバスケなんだ、全然見てなかったわ。ただ確かにアランさんがいないよ、まあいいや、はい。で、いやこれでもね、もうすぐ3冊目が届く予定。ああそうなの、そんな買ってるの、さすがだね。こちらも写真集開いた方がいいや、もしご一緒に。でもね、もちろんまだ見てない方がいらっしゃるので、中身はもちろんお見せすることはできないんですけど、私は粛々とあの写真集をね見たいと思います。こんな風に見られているのか、すいません近所迷惑、ちょっと声が大きかった。こんな風に見られているのか、あ、ポストカードが1枚入ってるって、あー、ちょっと後ろにします、これもちょっとお見せしちゃいけなかったらなので、かわいい、ポストカードいただきます。え、マジ？インタビューもあるんだ。写真集を出したいっ
ということを口に出すのが怖くなってしまったこともあったんです。全てが叶うわけではないですけど、言葉にすることで人生が変わることもある。みはるちゃん、こんなにかっこいいことを言えるの言葉にすることで人生が変わることもある。やだ、いただこう、この言葉いただきます。カメラは人の目だ。ここにある写真集を、ここにある写真を眺めながら七海春は思うだろう。こんな風に見られているのか、秋元康。いや、いじってないですよ。この言葉、全部の言葉いただきます。私明日あの読売ホールで、あのイベントちゃけま、あのはい、イベントがございまして、あの俳優の高橋克典さんと、あの青山学院大学の原監督と、徳光さん、アナウンサーの徳光さんと上重アナウンサーと私という、なんで西村奈々子がここにいるんだっていう、あのスーパーイベント、スーパートークショーに私 MC として参加するんですけれども、もしかしたら言ってるかもしれない。言葉にすることで人生が変わることもあるって言ってるかもしれない。よかったね、本当に。じゃあちょっとこの帯を、そう、すごいメンツで西村奈々子イベントをねさせていただくんですよ。そうなんです。しかも私が MC、 1ページ目開いちゃうよ。え、あ、そっか。わー、まつげが白い。え、これすごいね、まつげ白いメイク。いやー、いいね、なんかこのナチュラルですね。これまつげが白いメイクって言ったら、多分みはるのファンの方なら通じるのかな。いや、衣装かわいい。あ、これは中身見せてもいいんじゃないのかな。これはよく見た写真や。これここで登場するんですね。この写真をよく見ましたよ。あら、かわいいじゃないの。え、これさあ、写真のレイアウトって出版社の方がやったのかな、それともみはるが選んだのかな。私は全部自分でやったんですけど、やっぱ白最初に持ってきたいよね。私も最初は白にしようって思いましたもんね。かわいい、あ、わー、なるほどね、やっぱこういうレイアウトもいいんだね。素敵。私はレイアウトに死ぬほど悩まされたんですよ。どうしたらいいか分からなくて。素敵。メガネなんてかけちゃって、あー、かわいい。あ、結構白が多めなのかな。レイアウトの話、そこは そこまで話してないかも。あれかな、多分出版社の方が、まあ、出版社の方がやってくれた方がそりゃいいわ。わー、いいね、衣装が結構白系で三原に合ってるわ。お、これは水着ですね。あ、やだ。はい、あら、体しか写ってない写真があるじゃないの素敵。っていうか、この腹筋はどうやったんだ一体。いいな、なんかいいよね、そのもちろん細いんだけどさ、あの心配にならない細さこれを何回も言っちゃうんだけど、なんでリンゴ向いてるところが注目ポイント。なんでなんでなんで、
てかなんで私が今見てるページわかるの怖っどこかにいるの私が白い水着見てたらリンゴ向いてるの注目ポイントって言われ、なんで私が今見てるページがわかるんですか、怖いすごいです、あらいいわ、かわいい、なんかそのまだ私多分全然10分の1ぐらいしか見てないんだけど、10分の1ぐらいはメイクが結構ナチュラルですね、見すぎて頭に入ってる、さすがすっごいナチュラルじゃない、唇の色とかも全然さ濃くないじゃないですか、いいね、ちょっと髪がボサボサ、やっぱ美晴の写真集見てちょっと美意識上がった、前髪気をつけようボサボサ、ちょっとすいません、でまさかのここでエッセイタイム、ちょっと私まだ写真見れるのかなと思ったらここでエッセイが入るんですね、いやだ、あら、あいるまで撮ったんだ、また遠いところに行ったんですね、結構イルマって私も一回なんか立教大学の取材かなんかで近くまで行った気がするけど、へーそうなんだ、美晴は友達とオーディションに受けたんだね、ごめんちょっと言葉が、なるほど、でもあれじゃない、なんかこのエッセイはまだ続く感じしない、これ違う、まだこのなんかエッセイっていうかね、この文章タイムはちょっとなんかまだ先に続く気がする、どうなんでしょう、今後のお楽しみ、あここから赤に入りましたネタバレしないでよ、続きますねって楽しみにしてるんだからネタバレしないでよ、ちょっとえ、これイルマなの、イルマってこんな場所あるの、え、このこれはさ全部さイルマで撮ったのかな、あら、え、みはるも可愛いけどワンちゃんも可愛い、めちゃめちゃなんか似てない、なんかなんか途中みはるにめっちゃ似てるワンちゃんが出てくる、めちゃ似てるじゃんかわいい、え、なにこの子は写真集用に来てくれたのかな、あらまた急にテイストが変わりました、急になんかあら、こんな迷彩なんか着ちゃって、なんかメイクもちょっと変わっちゃって、あたまたまいたワンコなんだ、確かさなんか私3月とかに美晴に会った時にいつだっけ撮影って言ったの、4月5月忘れちゃいました、なんか4月5月ぐらいって言った気がするから、まあ、基本的には撮影しやすかったのかな、食べ物よう出てくるないいな、ハンバーガー私も食べたい、みはるハンバーガー大好きだからね、あらハンバーガー食べ終わったと思ったらこれは水着か、あーこれ外で撮ってるから寒そう、なんかめっちゃ食べ物が出てくる、え、めっちゃ食べてる写真集ハンバーガ
が終わったと思ったらしっかりアイスも食べてる。え、これブルーシールかな、なんか似てるね。あ、これはよく見るや、かわいい。しかもさ、あれだね、やっぱすごいわ。やっぱ出版社の写真集だけあるって言ったらあれだけど、あのページの紙質が違いますね。その私の写真集はそういう話もあったけど、私がなんかあんまちょっとめんどくさいから、あ、全部同じ紙質でいいですって言っちゃったんだけど、みはるの写真集はツルツルのページもあればちょっとざらつきのあるページもあって、こういうことか。でも確かになんかちょっと印象変わりますね。見た質感も違うし、そう、紙質がページによって違いますね。あー、なるほどね。そう、そんな裏話もありますよ。実を言うと私の写真集もね、ページの質感を変えることもできたけど、私がめんどくさがり屋でやめちゃったんです。で、あら、水着が終わったと思ったらおしゃれベッド。あら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 、こんなポーズできるの、みはるちゃん。うん、私が赤いなんかキャミソール、ワンピース下着っぽいやつ着てたけど、みはるはその緑バージョン。あらあらあら、こんなことしちゃって、わあ、大人っぽい。あー、大人っぽい。あら教科書何ページ見てるの今ね。教科書何ページか分かんの今ね、ちょうど半分ぐらい。今ね、ベッドで横たわってるシーンが終わって、黒い大人なアメリカンスリープっていうワンピース着てる時、いや、え、すごいね。というかさ、めちゃめちゃナチュラルだね。めっちゃ見てるんだけど、めっちゃ肌綺麗。やっぱさ、もちろんなんかそのよく見せる、綺麗に見せるために加工するっていうのも私は一つの手段だと思うし、何よりその当本人が加工して自信を持てるのであれば私は全然 OK だと思ってんの。ただみはるはマジでナチュラルで超素敵。これもこれで超いいね。めちゃめちゃいいわ。てかすごいこういうアップのとことか見るとめっちゃ、あ、ナチュラルだな、肌めっちゃ綺麗。やっぱどうしても加工とかしちゃうと不自然になっちゃうからさ、肌とか入れちゃうとね。うわー、大人っぽいし、私あの思うんだけど、このなんかおしゃれでちょっと残し前髪みたいなのあるじゃん、この黒いドレスの写真なんだけど、これってさ、撮影でしかできない髪型じゃないですかこれ多分皆さん職場でこの髪型してる女の子いたら、ちょ、出ちゃってますよみたいななんでちょっと2本だけ残してんのって絶対気になるやつじゃないですか。でもこれがさ、ちゃんと撮影で様になってるのがすごい。これだって日常生活でこの髪型してる人いたら、なんでちゃってますって絶対なるから、絶対に。これがにちゃんと似合ってるのが、
おーと思ったら文章タイム、文章タイム第2弾。はいはい、あーはい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 、うんで、なんか充電がなかったみたいなので充電します、すみません、充電がなかったっぽいので充電しますあまりにも感動しちゃって充電がなくなってました。はい、すいません、止まっちゃってすみません、すみませんね、すみません、うーん、はいはい、はい、確かに、確かに、いや私もね、みはるが休業した時に何回か連絡取ってたけど、ああこのままやめちゃうかなって私は思ってた。でもなんかそのそれを悪いことだと思ってほしくなかった、みはるに対して。もちろん復帰できたら復帰できたでそれもすごくかっこいいんだけど、なんかみはるは絶対復帰しないとダメだっていうのが多分責任感として絶対出てきちゃうから、なんかそのこのまま辞めるっていう選択肢もあっていいんだよって思ってた。そのそれがちゃんとみはるのなんかそれが悪いことじゃないっていうのはみはるに思ってほしかったから、それ言った気がする、どう忘れちゃった、確か、うん、辞める選択、辞めることが悪いことじゃないから別にね、そうそう、なんかそう、あこのまま辞める可能性も全然みはるはあるなって思ったし、でもそうそれがそう悪いことだ、私は悪いことをしてるんだって思ってほしくないなって、そうちゃんと選択肢の選択肢っていっぱいあった方が心が軽くなるじゃないですか。そうだから復帰しなきゃいけないっていう選択肢一本だとしんどいから、辞めるっていう選択肢もちゃんとなんかあった方がきっと心って軽くなると思うんですよ。そうだからそう何が言いたいかって、ちゃなんかそう私もみはるはやこのまま辞める可能性はあるかなと思った、でもそれを悪いことだと思ってほしくないなって思ってた。でもねこうやって今続けているわけだから、あとなんとなくだけどなんかみはるともう昔からずっと話してて、なんかあこの子もう芸能活動無理かもって言った時期あったけど、私は内心えこの子は絶対芸能活動をやめないだろうなって思ってたの。やっぱ仕事が好きだから、この仕事が、だからそうもしみはるが芸能活動をやめるっていう考えを持ってる子だったらもちろん復帰した方が いいと思うけど、いやみはるは多分この子は芸能活動やめなんだかんだ絶対やめないだろうなって思ってたから、このままねグループ卒業してまた落ち着いたら芸能界復帰してくれたらなって思ってた。よかったね、でも帰ってきてね。この間さみはるとさご飯行ってさ、なんか久しぶりにご飯食べれて嬉しかったって言って
それはもちろん私と一緒に久しぶりにご飯食べれて嬉しかったって意味なんだけど、なんか私そこだけ切り取ったら、え、最近なんかご飯なんか食べてないの、なんかえなんか絶食してんのって私思っちゃって、そっちし、え、食べてないの最近、え、ダイエット無理なダイエットしてんのって私言っちゃって私の察しが悪かったそう、みはるが久しぶりにご飯食べれて嬉しかったって言ったから、私はもうてっきりなんか極端なダイエットをしてるのかと思って心配しちゃったけど、そうじゃなかったです。私と久しぶりにご飯行けて楽しかったっていう意味だったそうですめっちゃ心配しちゃって、何どういうことみたいなすいませんすみません、あら、すいません、またちょっと声が出ちゃったんだけど、いやだ、ランジェリーもやってるんだね、パジャマ、あら素敵、あら素敵、あ、あら、なんか結構白が多めだね、結構白い衣装が多いのかな、いいねいいね、歯ブラシいいね、この無造作に髪の毛上げてる感じもいいねと思ったらお風呂に入っているシャワーしていると思ったら服を着ている、そりゃそうだ、服の上からシャワーをしているなんかもうすごい難しい状態です、みはるちゃん、シャワーしているのに服を着てます、お風呂に服入って服で、はいはい入ってます、はいはい、あらららあん、かわいい、いいねいいね、泡風呂やりたかった泡風呂やりたかったんですよ、私も。ただちょっとなんかお風呂シーン撮ってたら私が体調悪くなっちゃってそう、今だから笑って話せないんですけど、私もなんかそういうのやりたかったんですけど、私長野で、そう、小鳥の湯ってところで温泉シーン撮ってたら温泉が熱すぎて体調悪くなっちゃって途中でそう、やっぱ写真撮るシーンでいっぱい時間があるから、そうなの、だからあの東京でも長野で撮ったと東京でのハウススタジオで撮ったんだけど、そこもお風呂一応あったんだけど、いや西村が体調悪くなったら困るってなってカットされたの。でも本当に長野のその小鳥の湯はすごく素敵な場所なので行ってください。あら、あわし、あ、おら、おら、おら、うわ、皆さん泡をここにつけているシーンがあると思うんですけど、みはるちゃんもうこれほぼすっぴんです、これすっぴんのみはるです、これほとんどメイクしてないですね、まつげだけ上げているだけで、ええ、こんな見る人嫌だよねこれはほぼすっぴんですよ皆さん、もうすっぴんです、あら言ってます、今日何回あらって言ってんの、なんか泡が終わったと思ったらパーカーなんか着ちゃってと思ったら、秒でパーカーってかスウェット、秒でスウェットを脱ぐっていう、びっくり、もっと
スウェットもまさかこれしか出番がないなんて思ってもなかったと思う。俺もうちょっと出たかったなって今頃思ってると思う。でもやっぱ水着には勝てんよね。パーカー2ショット取ったらすぐ脱がれちゃった。あら、スカート脱いじゃって水着になっちゃって、一個一個着ているものが減って、おい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 、三つ編みが注目なの？どういうこと？三つ編みの量が多い、三つ編みの量が、三つ編みが多い、こんなに三つ編み多い女の子初めて見た。ほらこれでもこの水着かわいいね、ギンガムチェックで。来ました、前髪二本残しミハちゃんの前髪二本残しかわいい。これジャンプの撮影大変だったんだろうな。このジャンプの撮影ってさ、本当私あんま好きじゃなくてなんであんま好きじゃないかって言ったら、ジャンプするってなるとスタッフさんカメラマンさんと息が合わないとまず撮れないじゃないですか。でうまく撮れてる写真って大体顔が可愛くなかったりするんですよ。そう人間うまくいかないんですよね。ちょっと顔が漏れてるなって写真はジャンプがうまく撮れてなかった、ジャンプが膝が曲がってなかったりするから、私はジャンプの撮影あんまり実は好きじゃないんですよ。大変だから。あら、かわいい。結構さ前髪をさ幅利かせてますね、みはるちゃんの写真集。前髪の種類がこんなにもあるのかっていう感じ。パッツンっぽくしてるのもあれば、2本残しもあれば、ちょっとなんか10本残しぐらいもあれば。あら、と思いきや今度は下着？水着？どっちなのこれは。下着か。ベッド、白いベッドに黒い身。おいおい、この下着は2枚しか見せてくれないの？もうちょっと見たかった。あら、また新しい前髪が出てきた。このここの中心なく、中心がなくサイド残しね。やらら、かわいい。なんかこういうジャケットも似合うね。はら、イヤリングもかわいい。うなじがきれい。私これ好きかも、ベレー帽のやつ。あ、素敵、かわいい。なんか画伯みたい、画伯みはる、みはる美術館って感じがいいですね。あ、このイヤカフもかわいい。あら、前髪二本残し、前髪二本残しが待ってきました。かわいい。この前髪似合う人みはるしかいないよ。かわいい。このリップ、どこのリップだ。かわいい。あれ、半顔みはるもあった。あら、続いて最後が白いものをまとってふわりと。そうなんだ。アーティストプロデューサー石さんって書いてある。そうなんだ。本当？石さん、これ考えた？石さん元気かな？素敵。うわ、衣装かわいい。ランド、いろんなブランドがある。
7月1日あーよかったね、終わりました。この紙質すごい、触ったことないこの紙質、最後の紙質、え、カバー外した？あえ、カバー外したらこんな仕掛け、いやごめんなさい、うるさくて、いやだ、ちょっとちょっとちょっと裏ね、表も可愛いけど裏ね、可愛い、素敵、ありがとうございました、みはるさん。結構前髪長めに作ったのか、いやーかわいいです、素敵な写真集、すごい写真集だけ40分近く写真集を見てました、ありがとうございます、丁寧に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 、そこは、あ、喉乾いた、あ、五郎丸がさっきのワンちゃんなんだ。最近ね、コンビニで氷を買って、この中になんかビタミンの飲み物を入れて飲むのにハマってるの。熱中症対策。私絶対熱中症になるから気をつけてる。いや、ほんと。いい写真集でした。いやー、よかったわ、素敵なものを、これだって一生の思い出になるわけじゃないですか。私も写真集出すってなった経緯はやっぱ、まあ思い出、ファンの方と思い出を作るっていうのがテーマだったので、みはるちゃんもまた思い出ができたわけ。エアコンつけてます、ずっとつけてます、つけすぎですつけすぎです。娘を嫁に出した母なの、ほんと母です。いや、母じゃないな、同い年だから、でも双子感も別にないないやー、よかったね、いい写真集作ってもらえてよかったね。いいね、これはよく見るやつですね、これは。私の生誕祭に飾っとこうかな、ロビーに、ロビーとかカルカルの入り口にこれ飾っとくわじゃあ私の写真集とみはるの写真集並べとこうかな。これどこに、どこに飾ろう、迷っちゃうわ。素敵な写真集を、ありがとうございました、みはるちゃん、素敵でした。じゃあ私は半分残したおせんべいを食べよう半分残したおせんべいを今から食べるわ。よかった、みはるちゃんが、あとでちょっと文章はよく読んどこう。ああやって文章を分けるパターンいいね。私もこういうのいいなって思った。しけてる絶対。でも全然いいの。食べれればいいの。私今口内炎ができてて、
だからちょっとずつしか食べれなくて、あと昨日ツイッターで、あの誰かとね、なんかお刺身行った時に、お刺身食べ行った時に、大葉とか妻を大根の妻食べるのがあのちょっとためらいます、あれは堂々と食べていいんですかってつぶやいたら、信じられないぐらいコメントが来て私写真集出したのかなってぐらいコメントが来て、私今日誕生日だっけみたいなコメント来て、食べていいよあれはってみんなが後押しをしてくれてありがとうございます。私はこれから堂々と食べます。堂々と食べるし、何より私大葉大好きなんですよ。だから今日買った今日私スーパーで大葉買っちゃった。大葉美味しい、大好き。明日はお仕事が読売ホールであるから、おにぎりを自分で作っていこうと思って、大葉のおにぎり作ろうかなと思って買いました。ツイッターですごいバズってたおにぎりがあって、白米にお酢、白だし、ごま油大さじ1入れて、塩も入れて、それで炊いて、炊き上がったら大葉を刻んで入れてごま入れるっていう塩むすび、大葉塩むすびがバズって、それ作りたいって思って、それを明日持ってってイベント挑もう。てか明日私大丈夫かな明日のイベントメンツすごいんですよ。ていうか徳光さんってアナウンサーじゃないですか。徳光さんがいる前で MC やるのちょっとちょっとっていう、私いいのかな。でも私はまあ MC だけどサブ MC って感じというか、まあ半分ゲストみたいな感じですね。原監督と会うのは1年ぶりぐらいですね。1年前の体育会 TV、 もう1年半前かでお会いして、福光さんは2014年の総選挙ぶりでって感じですね。いやードキドキ。そもそも何の服着てこうこんな服で行ったら怒られるよね。お洋服困っちゃう、どうしよう。だから明日はちょっと綺麗にしていこう、明日綺麗にしていこうって言ってちょっとおせんべい食べてんだけどでも私本当に体調崩しやすくて、最近本当にいっぱい食べて体調崩さないようにしてる。頑張りが実ってる、尊敬すら、そんな優しいこと言ってくれてありがとう。これ今着てる服似合ってて、ほんとこれ
グレイルっていう激安通販で1600円ぐらいで買ったよ。激安です。明日は楽しみます。そうだ、ブログ更新されたね。今日の19時だっけ、ブログは。で、皆さん、そうそう、今日はこれが言いたかった。あの、まあ、みはるちゃんの写真集をお見せするのも、あの、今日のこれが一番のテーマだったんですけど、第二テーマがありまして、今月8日から西村奈々子の生誕祭のファンクラブ選考申し込みがございますので、皆様ぜひともぜひともぜひともって感じで、もし来ていただける方がいらっしゃれれば嬉しいなと思っております。ぜひ。で、まあ、いろんな内容をお話ししたいなと思って、 それこそ実は先日、あの、私の写真集の、あの、お疲れ様会をスタッフさんがやってくださいまして、そう、座銀でシースーだったの。そう、座銀でシースーいただいたんですけど、そう、渋谷のカルチャーカルチャーってやるんですけど、そう、あの、そのお寿司食べた時に、まあ、どんな話しますかみたいな、生誕何話しますみたいな話になって、まあ一部はまだ正直あんまか、あ、まあ、うららの話するのと、まあ、稽古裏話、本番裏話と、まあ、他ゲームとかやってみたいな感じかなって思ってて、2部は、まあ、安藤千香菜、曽我部夢が出るので、まあ、まずは曽我部夢初舞台意気込みどうっていう話も聞きたいし、その西村軍団の歴史をね振り返りたいなって思ってて、あの、案外卒業するのがみんな早くて結成されてから西村軍団で長野で仕事してから、その案外みんな卒業するの早くてそう、総合の年数で言ったらみんなそこそこいるんだけど、その西村軍団としての活動を始めてから卒業がみんな割とね育つのが早かったもんでして、割とあっけなく解散してるんであの、何してた今までみたいな、そういう話もできたらいいなって思ってるし、そうなの。あと、私の母親が結構キーマンかもしれない。はい、今回の生誕祭のキーマンは私の母親です。なので皆さん楽しみにしていてください。楽しみにしていてください今回もね楽しいことできたらいいなって思っているのと、あの、今回は、あの、握手会があるんですよ。まあ、そう、チェキもやり、両方、まあ、ランダムチェキがあるので、ランダムチェキ当たった方チェキ取れるんですけれど、あの、握手会もあるので、まあ、今回は握手会にしたんですけど、もしまたね生誕祭が近くなったらお話ができるので、ぜひ皆さん8日の生誕祭楽しみにしてくれたら嬉しいなと思います。みんな絶対に開けてきて。本当はみはるちゃん呼びたかったけど、当日券は多分ないです。いや、当日券というか申し込みをお願いします。ファンクラブ選考が終わったら一般発売もありますので、ぜひ皆さん見に来てくれたら、 CD 買ってCD 買わなくていいです。
あと最近私何してたかな、まあ、生誕のこととかもあったし、西村駅伝で取材に行ったし、あ、バチェラー、バチェロレッテ見てた。現役メンバー呼ぶのは難しい、両方申し込んで休みずらしてもらって、優しい、ありがとう、両方申し込む、ありがとう。私今ねバチェロレッテをハマって、ってかバチェロレッテ見てます。でも多分このショールーム見てる方の中でバチェロレッテ見てないっていう方がほとんどだと思うので、この話はやめておきますみんなが置いてけぼりになっちゃう、私がバチェロレッテの話を今したら。アマプラで奈良子はバチェロレッテにハマってるんだろうって言っても多分みんなついてきてくれないから。恋愛リアリティーショー興味ないでしょ。広島にいる、うーん、悲しい、悲しいです。でもまあ私はこれからもイベントをすると思うので、今年はあのー、結構イベント、まあ、まあイベントできたらいいなって思ってるんですけど、なるべくね、またお芝居も機会があればできたら嬉しいですし、新潟行きたいですよ、新潟に行きたいです。でもまあ多分だけど来年ちょっと新潟でちょっと計画していることがあって、あの今年より多分来年の方が新潟にいる確率は多い気がするそう、新潟駅行ってないんですよ。先日お父さんが新潟に出張に行ってたんですけど、私は行ってなくてね。あ、あと最近何した？占いに行った。最近占いに行ったわ。でも占いに行った話はファンクラブのブログで書いたしな。皆さんは結構新潟に行ってますか？新潟駅に行きたいよ。舞台見たい。舞台立てるように頑張ります。ラーメン食べたい、当選屋行きたい。でも最近そのマジな二郎ラーメンにチャレンジしたくて、私その二郎まぜそばみたいなの食べたことあるんだけど、本当にその野菜もりもりの二郎ラーメン食べてみたいんですよね。ただ私はその割とたくさん食べることよりもやっぱ食べ物を美味しく食べたいので、少ない美味しく食べきれる量の二郎ラーメンを食べたい。おすすめの場所があれば教えてください。三田が本店なの？行ってみたい、二郎ラーメン行きたいんです。そう、量を美味しく食べきれるぐらいで、あんまり大盛りとかは大丈夫です。あとあのバスセンターのカレーとかもすごい量多いじゃないですか。その普通にああ美味しかったで食べきれるぐらいがいいですよね。
そうミニでいいの。そうマシマシって言わなくても多い時もあるからね。ラーメン食べたいな。最近ラーメン食べてないな。というかもう最近ね、あの外食をあんまりしてなくて、嘘です。一昨日ぐらいロイヤルホスト行ったな。ロイヤルホスト最近私鶏肉が好きで、今までは牛肉一択だったのに最近鶏肉のステーキみたいなソテーみたいなのが好きで、ロイホのランチの鶏肉食べましたわ。あとはなんだろう、俺の生きる道のラーメンなら食べきる。そうなの？俺の生きる道ラーメン？小食だからバスセンターのカレー無理だな。まあね、結構量が多いですね。ロイホはホットケーキ、私は食べなかったです。普通にランチのセットメニューで、上野です。上野にあるんだ。食べたい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 。でもとりあえず私は今からお米を炊く。塩結びを、あでも明日ね、朝に作ろうかな。やっぱ今作って冷凍ラップ包んで明日食べるのもちょっとまた美味しさが変わっちゃうから、やめよっかな。今日私はこの大葉を使って、私は好きなラーメンは麺屋武蔵も好きなんですけど、あの最近じゃないな、結構前か1年前ぐらいに食べて、あ美味しいって思ったのは鎌倉っていうラーメン屋さんがあって、知ってる方いらっしゃるかな。新宿駅の中にあるんだけど、そう新宿駅の中だね。鎌倉っていうラーメン屋さんが美味しいですよ。なんか鍋みたいで。お鍋食べてるみたいで美味しいです。鎌倉は白菜がたくさん入ってるんですよね、具材に。私はすごい珍しいなと思って。たまにね、鎌倉は行きます。あとはあこの間ね、家族でお出かけをしてて、あのボンディっていうカレー屋さんがあるんですよ。そこ行ったんですよ。めっちゃ行列で、そこすごい、私ね行くの2回3回目とかなんだけど毎回混んでて、そうボンディっていうカレー屋さんにね行って、最初はお父さんと2人で行ったので、ここすごく美味しいから今度お母さんも連れてこうねってお父さんが言ってて、でお母さんも連れて行ったんですよ。そしたらなんかお母さん普段外食全くしないのよ。だからこのカレーを食べた時に、なるほどね、うん、これ絶対砂糖使ってるよね、いっぱい、これはね、あの野菜の、そう外が車交通量がすごい、これ野菜の甘さじゃないね、絶対砂糖使ってる、うん砂糖の甘さだとかめっちゃ言ってて、うんこれ美味しいけどね、うんこれねカロリーすごいと思うわ。だからやっぱ主婦はご飯をこまめに作るから、そういうところに目がいってしまって、
そうめっちゃ分析したのお母さんが。でお父さんがやっぱ外食はお母さんとは行かない方がいいねって言うね。お母さんすぐ分析するから、うんこれは絶対に自然の甘さじゃないと言ってこんなにね野菜だと甘さ出ないから、逆にこれ野菜だけでこの甘さが出てるんだったら私ね聞きたい作り方と言ってお母さんがあのカレーを分析してました。あとそのボンディっていうカレー屋さんがあの2なんかねじゃがいもが出てくるんですよ。でお母さんそのじゃがいもも結構普段やっぱ買ってるから、ちょっと待って私のじゃがいもより七子のじゃがいもの方が品種がいいとか言ってこれね絶妙に品種が違うって言ってお母さんがめちゃめちゃ分析してました。私のねあのねじゃがいもより七子のじゃがいもの方がねいいやつだと思うわって言って、でも実際確かに若干違うのよ。お母さんがめちゃめちゃ分析してました。はあ、口内炎が痛い。口内炎が痛い。さ、8時になったし、ショールーム終わりにしようかな。明日は読売ホールでお仕事があるので、私の特大ビッグイベントがあるので頑張っていきたいと思います。皆さんもぜひ私のツイッターを見て、ああ七子頑張ってるんだなって思ってください。ランキング見ます。13位タケアとチームアイナさんありがとうございます。12位ユータさんありがとうございます。11位アキヒロアットワンタウンさんありがとうございます。10位セラナさんありがとうございます。9位チキチキさんありがとうございます。8位つぐみんは穏やかで優しい風さんありがとうございます。7位ひささんありがとうございます。6位セッテンガーさん、ちょ嘘です、6位教えないさんありがとうございます。6位は教えないさんです、ありがとうございます。5位セッテンガーさんありがとうございます。4位昴生さんありがとうございます。3位翔一さんありがとうございます。2位くにさんありがとうございます。1位山ありさんありがとうございます。アット NGT 推しさんありがとうございます。かえりちゃん推しなのかな、ありがとうございます。というわけで配信ありがとうございました。みはるちゃんとっても可愛いよ、これ飾りたいと思います。ありがとうございました。またね、見てくれてありがとう。